この人が来るってことは花粉が飛び始めたんだなって思う基準になっている患者さんがいるんですけど。はい。それが実はあなたなんですよね。あはは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 は。薬出してもらっていいですか？よい。私はそれはそれはひどい花粉症だ。鼻がずっとムズムズしていてイライラするし、目は取り出して洗いたいくらい痒くなる。喉もイガイガして気持ち悪いし、最悪な季節だから。この季節になると行きつけの病院で点眼薬と点鼻薬、そして飲み薬をもらうのが毎年の恒例行事。もう何年もお世話になっている先生だから、こういう冗談も言い合えるんだけど、いいんだか悪いんだかそんな感じ。えくしょえ、あーもう嫌。杉の木植えまくった人を恨むわ。正直杉の木なんてなくなってしまえと思う。今や国民の3人に1人が花粉症に悩まされていて、国の年間医療費の負担額は2800億円以上と言われている。これだけ毎年花粉症に悩まされている人がいるのに、なぜ伐採しないんだと本気で思う。何か不都合でもあるのかな。ふっ、ふっくちゃん、あ、やば、ティッシュがない。箱ティッシュ持ってきたはずなのに、嘘でしょ。あのティッシュ、よかったらこれ使ってください。ありがとうございます。ティッシュがなくなって絶望していた私に、女神がティッシュを差し出してくれた。その女神は探偵服を着た、とても可愛い女の人だった。花粉症なのですか？とても辛そうですね。かわいそうに。はい、花粉症なんです。もう杉の木なんてなくなっちゃえばいいのに。なんでなくならないんでしょうね。何か困ることでもあるのかな。杉の木がなくなったら。なるほど。女神は少しの間考えて、さっきよりもキラキラした表情で私に提案をしてきた。よかったらそれ調査させていただけませんか？え？杉の木を伐採したらどうなるのかをですよ。なんだか面白そう。できるのならお願いします。承知しました。彼女はそう言うと、突然白い光が現れて彼女を包み込むようにして消えた。ヒロヒロ探偵団。確かに伐採して数を減らせば花粉症の方々は救われる気がしますね。確かに花粉症に苦しむ人たちが大勢いるのに、なぜ杉の木を伐採しないのか、そこは気になる点ではある。確か杉の木は1940年から1960年代に植えられ始めたのですよね。杉の木は昔非常に需要が高く、様々なものに使われていた。しかし現代では輸入木材が多く使われており、杉の木の需要は非常に少なくなっているのが現状だ。それならなおさら伐採してしまえばいいのにと思いますが、なぜ伐採されないのでしょう。この世界は花粉症対策として杉の木を伐採することになった世界だ。早速全国の杉の木を伐採し始めたようだが、早速問題にぶち当たった。買い手がいませんね。杉の木自体の需要が低いため叩き売りされているような状況だ。叩き売りされているような価値の低い状況で伐採したとしても買い手がおらず、伐採する際の費用や人件費を賄うことができない。そのため業者ではなく国が税金を使って伐採しているようだが、十分な予算の確保ができていないので、作業が完了するまでに10年以上もかかってしまうようだった。時間がかかってしまう問題は予算の確保だけが理由ではないようですね。予算以外にも所有者の許可問題が浮上した。ヒロヒロ市の山林の4割が所有者不明です。どうしたらいいでしょう。まずは分かるところから許可を取っていくしかない。分からないところはどうにか調べていかないと。はあ、厳しいな。杉が植えられている山林は個人が所有していることが多く、所有者がどこにいるのかすらわからないことも多々あるようだった。というのも山林は多額の相続税がかかるため、所有者が亡くなっても名義がそのままになっているケースが多いのだ。8年かかってようやく6割の杉の木が伐採されましたね。やはり杉の木が伐採されたとしても全ての杉の木を切ることはできないようだった。しかし6割の杉の木が伐採された状況で新たな問題が浮上した。それは変です。今年は雨が多いせいか各地で土砂崩れが起きています。土砂崩れ問題だ。土砂崩れが起きている場所の多くがもともと杉の木が植えられていた場所、つまり杉の木があったからこそ土砂崩れを防ぐことができているようだった。ヒロヒロトンネル付近で発生した大規模な土砂崩れでは現在も救命活動が行われています。車内に閉じ込められた人たちは消防隊により徐々に救助されている模様ですが、怪我人などの情報は。杉の木を伐採しなければよかった、そう後悔する人も出てきていますね。全国で相次ぐ土砂崩れによって杉の木の伐採を今からでも止めるようにという声が高まった。選挙ではストップ杉伐採、全国に無花粉杉を2年以内に植え終えるといった公約を掲げる政党も出てきていた。さらに杉の伐採の実行を決定した政党は責任を取るように求められ、資料の開示を他の政党が行ったことによって現政党の利権問題や中抜き問題も連日ニュースで取り上げられていた。そしてこの杉の木伐採によって日本は海外からも強いバッシングを受けることになってしまったようだ。わっ、
ちこちから批判されていますね。批判しているのは地球温暖化防止に努めている国だ。特にデンマーク、スウェーデン、ノルウェー、モロッコ、チリなどからは大きく批判されていた。なるほど。杉の木はヒノキやカラマツなどよりも二酸化炭素の吸収率が良く、樹齢50年くらいまでは吸収率が衰えることはないのですね。世界では地球温暖化防止が練られているにもかかわらず、二酸化炭素の吸収率の高い杉の木を伐採しているのだ。批判が殺到するのも頷ける。人間にはマイナスでしかないと思われている杉の木だが、温暖化を防ぐという点ではありがたい存在のようだ。なるほど。つまり伐採するのは現実的ではないのですね。そろそろ報告に参りましょう。クション、うわ、お帰りなさい。大丈夫ですか？薬は飲みましたか？はい、あと15分くらいで効いてくるかと。杉の木の伐採についてなのですが、こちらを見ていただいてもよろしいですか？なるほど。業者がやっても赤字にしかならないから国がやるしかないんですね。はい、しかも杉の木の伐採によって災害が起きてしまうリスクもあるので、結果的にこの世界では杉の木の伐採を後悔している人が多かったです。じゃあどうしたらいいんですかね？無花粉杉に植え替えるしか今のところはなさそうですね。無花粉杉でも結構時間かかりそうですよね。はい、植え替えは1999年からスタートしていますが、日本に植えられている杉の木は約90億本あると言われているので、数十年が経過しても完了しない可能性が高いです。結局うまく付き合っていくしかないってことか。でもなんか現実を知ったことですっきりした気がする。ありがとう探偵さん。今回は花粉症の方にいいニュースとはなりませんでしたが、花粉症の症状を軽快させる医療が進んでいます。元を立つよりも医療の発展の方がもしかしたら現実的かもしれませんね。この動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録をして待っていてくれ。では次の動画でまた会おう。ヒロヒロ探偵団。